すりが、はい、銀すりがこちらのタイプ、うん、で銀すりっていうのは軽く表面をこうポリッシュしているものを銀すりと言います。ちょっとこすってこう、そうです、軽くですけどね、うん、軽くですけど軽く削ってる、はい、これが銀すり、こちらが銀すりタイプ、うん、でこっちが銀つき、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 でもすごくこれすごい綺麗、手作業でキャビアとも言いますね。あ、キャビア、キャビアって言いますね。でこれはまあ人の手によってこう描いてるんですけど、あ、人の手で、はい、色をつけてる、はい、つけてる、つけてる、職人さんがつける、そうです、うん、ね、これすごい、でもすごい綺麗、うん、私の使ってるお作品は、うん、A の銀すり、うん、柔らかくて、ここの部分で、時計を作ります、うん、それ用の革を今日調達しに来ました。この辺でこう使います。こっちも綺麗なんだけど、時計にしてはちょっと大きいし、かなり硬いのでこれは縫えないですね。こっちの方が柔らかいのでこっちで縫います。これ銀すりです。あ、へえ、これ銀すり、こっちのタイプ。え、銀すりでも結構、そうなんですよ、あのゴツゴツ、物によっては、うん、綺麗です、すごい綺麗、そこまで擦ってないタイプ。うーん、わ、これすごい綺麗です。え、こっちが割れてだんだんこういう風になってくるってこと？これとはまた違うタイプの A なんですよ。うーん、これ珍しいですね。そうですね。一般的にこうちょっともう平らになってるものが多いんですけど、うんうん、これはもうゴツゴツ、はい、ゴツ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 、ちょっとキャビア、そのはい、残しながらここだけ吸ってみたいな、はい、ほら、かっこいい。でこれはこの縁は、この縁は下手はなんていうんですかね、うん、こうちょっと巻いて縫ってるんですよね。あー、はい、なるほど、 あんまりで出ちゃうから出ちゃう、大して入ってない、いやいや、なるほど、はい、ありがとうございます。はい。